こんにちは、エヴァトタケシです。今回は、性格は自分を守るための技術なので、いろいろな性格を身につけた方がいいというテーマでお話ししていきたいと思います。性格とは、これまでの人生で身につけた対人関係スキルです。性格はスキルなので、私は性格が悪いんです。私は自分の性格が嫌いなんです。 と悩む必要はありません自分のスキルが自分にとって都合が悪いのなら、新しいスキルを身につければいいだけです。今自分が持っているスキルで満足できないのなら、新しいスキルを身につければいいだけです。一生一つのスキルだけで生きていく必要はありません。あなたはどんどん新しいスキルを身につけることができる。つまり、どんどん新しい性格を手に入れることができます。 例えば、あなたが子供の頃、自分の気持ちを否定された経験をしたとします。痛くて泣いた、悲しくなって泣いた、という時に、そんなことで泣いてはいけません、と言われたとします。自分の素直な感情表現を否定されることで、痛い時に痛いと感じてはいけないんだ、悲しくても泣いてはいけないんだ、と思うようになります。辛い時に辛いと言ったら、そんなことで弱音を吐いてはいけない、 と言われたり、嫌なことをやりたくないと言ったら、わがままを言うんじゃありません。黙って言うことを聞きなさいと言われるという体験を繰り返すたびに、自分の本当の気持ちは言わない方がいいな。どうせ否定されて嫌な気持ちになるから、本当の気持ちは隠すようにしようとなってきます。相手に否定されて嫌な気持ちになるぐらいなら、相手に合わせておいた方がいいな。 相手の機嫌を取るために相手が期待することを言った方がいいなとなってきます。自分の素直な感じ方を否定される体験を繰り返すことで自分の感情を抑圧して相手に合わせるというスキルを身につけたということです。自分が傷つかないため自分を守るために自分が言いたいことより相手が言って欲しそうなことを言うという対人関係スキルを学んだということです。 そのようなスキルは、お前は俺の言うことを聞いていればいいんだ、という人と接するときには役に立ちます。しかし、私はいつでも本当のことを知りたいんです。なので、あなたの本当の気持ちを話してください、という人には通用しません。そのような人と接するときに、いや、私はあなたに合わせますから、私に気を使わなくても大丈夫ですから、という態度をとっていたら、相手をイラつかせてしまいます。 頼むから本当の気持ちを言ってくださいと言われているのに、いや、私は他人に心を開かないんですとカくなに子供の頃身につけたスキルに執着することで相手から嫌われてしまうことがあります。なので、そんな時は、待てよ、この人にはこのスキルは通用しないんだな、と一旦立ち止まる必要があります。そして、どうやらこの人の前では言いたいことを言うスキルを 使った方がいいんだな。でも私はまだそのスキルを身につけていないよし言いたいことを言うスキルを持っていないことを素直に伝えてみようと考えることができますそして私は自分の意見を言うことに慣れていませんだから私が黙ってしまうことがあってもびっくりしないでくださいこれからなるべく自分が本当に伝えたいことを伝える練習をしていきますんでよろしくお願いします と相手に伝えることができます。新しい人と出会うことで、それまで使っていたスキルが通用しないことに気づき、新しい対人関係スキルを学ぶことができるということです。あなたは一つの性格に執着する必要はありません。性格は自分を守るための技術です。あなたはどんどん新しい技術を身につけていくことで、 自分を守る能力を高めることができます。私も自分の意見を言いたいときは、堂々と自分の意見を言う技術。本当のことを言わない方がいいなと思ったときは、いやーと困った顔をして何も言わない技術。相手の気分を良くしたいときは、相手が期待していることを言う技術。英語を話すときは、アメリカ人になる技術などといった、 いろいろな技術を身につけています。ということで、どんどん新しい対人関係スキルを学んでいき、TPO に応じて使い分けていきましょう。どんどん新しい性格を身につけることで、自分を守る能力を高めていってほしいと思います。私は、性格は自分を守るためのスキルということを知っています。 私はいろいろな性格を身につけることで自分を守る能力を高めています私は TPO に合わせて性格を使い分けています私は一つの性格に執着する必要はないということを知っています私は自分を守るために いいいいろろな性格を使い分けています私は、新しい性格を身につけることで対人関係での自信をつけています。私は、性格は対人関係スキルなので、いいも悪いもないということを知っています。私は、新しい対人関係スキルを学ぶのが大好きです。 私はどんどん新しい性格を身につけてもいいんだよと自分に語りかけています私は自分を守るために性格を使い分けてもいいんだよと自分に語りかけています